おじさん調子は赤いちょかいちょです、赤いちょかいちょです、こっちさびらっていうやつですね。今日はねワインを飲んでますね。メロットっていうやつとこれですかね、日本買ってきました。クリスとね、あのランチはね、私のところで羊を食べたんだ。じゃあディナーは俺のところでスパゲッティを食べるかとかってクリスが言うてくれて、ワインもついでに飲むかとかって言うから、うん、じゃあクリスそのワインはね知らないんで、おすすめがあったら買いに行こうぜとかって言って、買いに行ってクリスがね教えてくれたのがこれでした。で私はですね、この色鮮やかな、ね、ラベルに惹かれてこれを買いました。まあね、美味しさはですねこちらの方がやっぱクリスが紹介してくれたやつがですね、口当たりも良くて渋みもなくて飲みやすかったっていうやつですね。まあこちらに比べるともう全然ちょっとこう、まあね、味がどうたらこうたらっていうのは分からないんですけど、飲みやすい、まろやか、美味しいっていう感じたのはやっぱクリスがあの紹介してくれたやつだったんですね。まあでも私にとってあれですね、どんなワインでもちょっとおしゃれみたいな感じですね。まあワインについてね詳しくはあまりありませんので、じゃあ何について詳しいの、何にもありませんあー、ドジをしたりミスをしたりするのは得意かなそうですね、ドジをしたりミスをしたりするの結構得意ですね。ねえ皆さんどうですかねえ、なんか得意なものがあるといいですよね、こういうね音楽が弾けたりとか、歌が上手に歌えたりとか、そういうのができたらいいなとかって思って買ってきたんですけどね、こちらもハ何週間ぶりかに今日パッて触ってみましたね、こんな感じでいやーとかって言ってますねアキサミオレロっていうやつですね。まあいいことっていうと、今日の羊結構美味しかったですね。あの羊のステーキね、ラムステーキ美味しかったです。あとね、クリスが作ってくれたスパゲティもね結構うまかったですね。で電動一輪車で今日2回ほどね、午前中ワンラウンドまた、午後ねまた2ラウンドっていうことで、また違うところをねぐるっと回ってきたんですけど、まあ無事ね、怪我することもなく無事こうね今に至ってるっていうことはいいことですね健康に勝る贅沢なしみたいなね、いつもねあの思うことなんですけど、小さいね喜びとか幸せとか楽しみとかっていうのをね探していきたいなとかって思ってますね。まあ身も目もハヒフヘホなんですけど、まあクリスはねやっぱここで生まれ育ってるんで、もちろんこうアメリカについてとかワインについてとかね、まあ車のこう車屋さんもなんかビジネスでやっておられたっていうことなんで、車についてもいろいろ詳しいんで、いろいろこう結構彼から教えてもらったことがいっぱいありますね。今日もね、あの防犯システムについてのあのシステムをね教えてもらって、それもちょっとまた新たなプロジェクトとして組み込んでいきたいなとかって思いますね。まあ、やっぱりね車とか盗まれたら困りますしね、アラームとかもついてるんですけど、
あのエンジンがかからないようにするスイッチがあるらしくて、それをねまた取り付けて、あの車ね、まあ、泥棒が入ってもエンジンがかからないような形でこうセットしたいなとかって思ってますね。まあいろいろね、やることっていうか、次から次へとね出てきますね。やっぱりこういろいろその防犯のことやら、ちょっとで、ね、模様替えをしたりとか、まあ掃除はもちろんなんですけど、あのミニマリズムもねやっぱり絶対必要ですね。限られてるスペースなんで、やっぱりね物がなぜか知らないんですけど、ガンガン増えていくんですよね。いらないものは買わないつもりなんですけど、まあもちろんね、あの自分の家を持っていた時とかに比べるともう全然物がないんですけど、それでもねやっぱりこう毎回ちっちゃいものがなんやかんやこう溜まってくるんですよね。まあそれをねやっぱり整理整頓していかないと、どうしてもねこう不便になっちゃうんですよね。物を探すのにめっちゃ時間かかりますしね、整理整頓っていうのはものすごい大切だなとかって思ったりしますね。まあなかなかね以前に比べたらすごく良くなったんですけど、でもまだねこうミニマリズム、ミニマリスト、こうちゃんと整理をしていくっていうことにおいて、まだまだこう先が長いなっていうところですね。あとね、最近聞いた話で、幸せの何やったっけ、幸せのゴール、沸点をこう低く設定するとハッピーでいられるみたいなことをね誰かが言うてましたね。あ、それはミニマリストのタケルさんっていうのが言ってたような気がしますね。久しぶりにミニマリストのタケルさんのこう本の話をちょっと耳にしまして、また本要約チャンネルだったと思うんですけど、そこの中であのムヒカ大統領の話が出ていて、貧しい人っていうのはお金がないっていうことではないみたいな、どんなにあっても満足できないっていうのが貧しい人なんだみたいなことをね、あの言ってましたね。貧乏というのはこうお金がないっていうことではなくて、いくらものがあってもお金があってもまだまだもっともっともっとっていうのが貧乏なんだみたいなことをなんか言ってましたね。だからそうですね、まあちょっと話がまとまらないんですけど、ふとそのことを思い出しちゃいましたね。まあ今日もねこう幸せのハードルをね下げてあ、ワインが飲めてハッピーみたいな感じでね。ああ、まあね、怪我をしなくてハッピーとかね、そういうこうハードルを下げてね、楽しいこととか、ハッピーとかね、ああ、今日は羊が食べれてハッピーとか、スパゲッティが食べれてハッピーとかな。まあね、深呼吸ができるだけでハッピー、生きてるだけで丸儲けみたいな感じでハードルを低くしていくと心のバランスっていうのが取りやすいのかもしれないですね。まあ、めったにね今までワインとか飲んでませんでしたもんね、考えてみると。まあだからワインが飲めてハッピーっていうやつですかね。まあこんな感じで今日一日を過ごしました。まあ皆さんがね一人でも見てくださるおかげでチャンプがこんなしてハッピーハッピーでいられるっていうやつですね。皆さんどうもありがとうございます。おいしい、また野菜、またベジタボー、ピッ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 ポポポポポ